兄弟みたいなもんじゃない。みんな呼んできなさいよ。ニナも巻き込むの？あら、子供の頃から3人一緒だったのに、ニナだけ仲間外れにするの？せっかくの冒険がいいなんて。どこかの姫様はいきなり抜くわ、石流石を壊してくれるわ、で、こんなです。おそらく魔剣は精神以外にも肉体にも影響するようです。正確には夢で受けた影響が現実の肉体にも影響するということです。ですから対症療法として現実にそれを再現することで記憶を上書きします。それはいいけど、それ以外に何考えてんの？姫様の安全ですよ。それで最初の質問ですが、ごまかしは無駄ですよ。リニーで体をうなすようにお話しください。暑いのは私だけじゃないの？そんなマント羽織っているからです。今日はもっと暑くなりますよ。だったら私の鎧な。